今の日銀の政策についてはですね、正しいということを言ってですね、ですからあれと思ったんですが、どうもそれはですね、安倍派がアベノミクスに対する評価を下げるようなですね、否定するような話に持っていかれては困るというかなり強い意見をですね言っているんで、それを緩和するためにどうも今の黒田総裁の政策は、まあ、間違ってはいないんだということを言ったように思います。つまり本音はですね、半年ぐらい前に彼はですね、出口に向かう戦略を検討必要だと、検討すべきだということを言ってるんですね。だからそれが本音ではないか、つまり岸田さんの側に立ってですね、うまく安倍派とそれから今の岸田さんの政策をですね、うまくずらしていきたい、脱アベノミクスをですね、うまく軟着陸させたいということで選んだ人事かなと思っていて。ニュースオペレードスタートです。